ベルナル・ディアス・デル・カスティリオベルナル・ディアス・デル・カスティリオは、メキシコ征服記の著者として知られる、スペインのコンキスタドール。エルナン・コルテスにロデレロとして使え、コルテスのメキシコ征服に参加した。ベルナル・ディアス・デル・カスティリオは、スペインのメディナ・デル・カンポに生まれた。父親は、町のレヒドールを務め、それなりの経済力を持っていたため、ベルナル・ディアスは、 読み書き能力を身につけるための十分な教育を受けることができた。ディアスは1514年にスペインから新世界のキューバに渡ったが、2年経ってもほとんど立身出世の機会を得られないでいた。その頃、スペイン人が持ち込んだ薬病とスペイン人による強制労働によって、キューバ島のインディオが激減していたため、1517年に代わりの労働力を求めて、 カリブ海の島々に遠征隊が送り込まれた。ディアスはフランシスコイルナンデスでコルドバ率いる遠征隊に参加した。この遠征はユカタン半島を発見するという成果を上げたが、マイア人の襲撃を受けたり、上や渇きに苦しめられるなど困難を極め、キューバに帰還するまで惨憺たる状態だった。しかし、ディアスは新しく発見された土地を調査するために、 フアンデグリハルバ率いる遠征に参加し、再び、ユカタン半島に渡った。その後キューバへの期間中にコルテス率いる、新しい遠征に参加した。ディアスにとって3度目となる。この遠征は、メソアメリカのアステカ王国に終止符を打つ、歴史上著名な軍事作戦の一つとなった。スペインのメディナデルカンポにあるベルナルディアスデルカスティリオの記念品メキシコ征服をはじめとする、 数々の功績により、ディアスは、サンティアゴデロス・カバレロのレヒドールに任命された。その後、メキシコ征服から50年にわたる自伝を書き始め、1568年までに、メキシコ征服記としてまとめ上げた。メキシコ征服記以前にも、メキシコ征服に関する伝記として、コルテスの従軍神父、フランシスコ・ロペス・でゴマラによって記述された、インディアス全史があった。しかし、 その記述の大半は、コルテス一人の称賛に終始しており、コルテスの部下や軍全体の功績についてはほとんど触れられていなかった。メキシコ征服記の現代、イストリア・ベルダデラ・デラ・コンキスタ・デラ・ヌエヴァ・エスパーニャには、自分や、戦友の先行を残すべきであると思っていた、ディアスの意図が込められている。ディアスは、メキシコ征服記の出版を見ることなく1584年に、没した。 メキシコ征服機の原稿は1632年にマドリード図書館で発見され、最終的に出版された。メキシコ征服機は、ディアス自身が参加した119回もの戦闘について、ディアスや軍隊の仲間が目撃したことや経験したことをありのままに、しばしば兵卒の観点から伝えている。今日、その守備一貫した記述は、アステカの崩壊及び、 スペインによるメキシコの征服に関する最も重要な一次資料の一つとなっている。ありがとうございます。